歯科用のコンポジットレジンコンポジットレジン修復法とは死が欠損の修復に際して有機複合材料として破綻色に禁じしたコンポジットレジンで欠損部を補うものであるコンポジットレジンの頭文字を使って CR 修復法と書かれることもある近年日本では行われなくなってきたアマルガム修復法などと変わり破綻修復の重きをなしている かつては破緩色修復法としてシリケートセメントが20世紀初頭から利用されていたが物性その他に問題が認められた。1940年代にはメチルメタクリレート計測時15型レジンが用いられていたが破質の充填材料としては十分な性質を区別しておらず特に合成樹脂であるレジンの熱膨張係数の大きさや強度の不十分さが問題となった。 そこでレジンの中に無機質のフィラーを配合することによって問題の解決を図った複合材料であるコンポジットレジンが誕生した。当初はレジンとフィラーが科学的な結合を持っていなかったためにフィラーの脱落等による摩耗や色素沈着が見られた。しかし1962年に米国の RL 望遠が知らんカップリング処理により フィラーとレジンの科学的な結合を実現させ、1964年には、世界初のコンポジットレジン製品アデーント35が、米国ミネソタマイニングマニュファクチャリング社より、発売された。また、コンポジットレジン修復法の治療法としての、日本においては、草山高浦のトータルエッチングボンディング法が、提唱されたことによっても、研究開発、臨床応用が、盛んになり、 アマルガム修復法からコンポジットレジン修復法に治療の主軸が変わっていった。これによって GV ブラックによる可動形態の分類は過去のものになりつつある。専用の照射器で最大級周波長の光線を当ててコンポジットレジンを硬化させる。術前と術後コンポジットレジンは各社様々な種類のものが発売されており分類が困難ではあるが重合方式で対別すると 光10号型と化学10号型に分けられる。レジンに光効果化樹脂を使用する。可視光線を照射することで光化させる方法。長所、編集短所、編集、ありがとうございます。